三日坊主で自己嫌悪に陥っている人がめちゃめちゃ多いんで、今日は習慣化マスターとして皆さんに助言したいと思います。はい、じゃあ早速いきましょう。結論から言います。習慣化するためには誰かに宣言報告してください。宣言報告してください。はい、これで習慣化することができます。これどういうことかと言いますと、習慣化したいものをですね、誰かに宣言報告することで、義務感が生まれるんですね。義務感があるとね、人ってやるんですよ。むしろ義務感がないとまあやらん、まあやらないんです。必要なことをやらなきゃいけないこと以外ね、人間ってやんないんですよ。ってそうじゃないですか。仕事とか皆さんやれてますよね。あ、ねみーって言いながらもね、やだなーって言いながらも、まあ仕事やるわけですよ。歯磨きとかもね、めんどくせえなーって思いながらも習慣化してるじゃないですか。まあそういうことなんですよ。義務感があると人ってやるんです。じゃあ誰に言えばいいのって、これね、誰でもいいんですけど、ただ例えばね、ダイエットするっつって走るっていうことを宣言したとしましょうね。私はね、今日から走りますと。で、走ったら走りましたって報告できる人います？むしろそれ逆にされてどう思います？まあうるせえわけですよ。めんどくせえ、知らねえと、お前のことなんと知らんってね。実際そうなっちゃうんですよ。人ってね、まあ自分以外基本興味ないんですね。はい、じゃあ困ったぞと、宣言報告できないじゃないかって思ったと思うんですけれど、はい、僕がね、習慣化するためのコミュニティを作っております。はい、そこにはですね、習慣化したい人たちが集まっているので、みんな宣言報告をします。なので、まあ宣言報告することが正義なんですね。まあみんなね、習慣化することにというか、自分の人生良くしようとこうね、本気で挑んでる人たちなので、互いに刺激し合ってね、義務感も生まれるし、まあ習慣化ってね、なんかちょっとある種孤独な作業なんですね。一人でずっとね、こう黙々とやることになるので。でもそのコミュニティに入れば、共にね、なんか頑張っている感覚とかも出てくるので、まあもしね、三日坊主で自己嫌悪に陥りそうだって人とかね、またはこう孤独でね、ちょっと熱い仲間欲しいなって思う人は、ぜひここをクリックしてください。